ナス変わってさい。ナス。こちらどうも、近くないですか？頼むよ。はい、前半5分、仙台池尻のシュート。この位置から相手のミスをしっかりと見逃さずにね、その後奪ったね、長野選手もダイレクトでこう池尻選手につないでいるっていうのもこう素早い攻撃だったのかなと思いますね。仙台の攻撃、宮澤から館、見事なコンビネーション。ここね、受けてた出してしっかりと合いましたね。はい、素晴らしいスルーパスに館選手もシュートね、あのキーパーの位置をしっかりと見て流し込みましたね。39分、仙台の攻撃、ここで収めた白木が自らゴール。本当にこれプレッシャーも受けて、なおかつバウンドしていたボールをね、相手のキーパーも見て、本当に高い技術のゴールだったなと思いますね。そして前半アディショナルタイムです。この白木のゴールが決まって4対0。得点はね、彼女自身ね、すごく大きなものになったんじゃないかなと思いますね。松原のコーナーキック、このヘディングを松本がキャッチします。ちょっと難しい体勢でのシュートではあったんですけども、キーパーしっかり落ち着いてね、対応しましたね。
2021-22ヨギボー B リーグ第12節マイナビ仙台対サンフレッチェ広島レジーナの一戦、4対0で仙台が勝利しました。まあ、4-0 という結果は良かったなと、まあ、ただ、やはり後半の戦い方を考えると課題が非常に多く、まあ、それも課題が出たことで良かったのかなとは思いますけれども、やはりちょっと力を出しきれなかった部分というのは感じています。前半はなんというかそのつなげるけどあえてつながず、あえて裏返す、より早くゴールに向かう、まあ、そういう意図があったんですけれども、後半はやはりボールをつなげなくなった、プレッシャーの中で、まあ、点差もあって相手を裏返すというところに意識が行き過ぎて逆にボールをつなげなくなった、まあ、そこのちょっとしたその最初のボタンのかけ方でずっとその修正できずに、ゲームが終わってしまったというところが一番課題で、やはりその相手を見てプレーするという意味では後半もっと違った戦い方ができたのかなというふうには感じてます。そうですね、まあ、同じ相手に本当に2回負けるわけにはいかないというところでは、まあ、選手たちの意識も非常に高かったですし、まあ、これだけ中断が長い中断の中、久しぶりのゲームというところではプレッシャーの中本当にみんなまずそこではいいパフォーマンスしたのかなというふうには思ってます。前半立ち上がりからチーム全体でゴールっていうところを意識して切り替えの速さとかも全員で意識してたんで、まあ、前半の得点シーンとかはそれができていたからかなとは思います。でもまあ後半は相手チームの方がボール回しされてたんで、まあ、そこは自分たちの今持ってる攻撃ができてなかったっていうところが課題かなとは思います。日向ともう目があったんで、いいパスが来たんであとは決めるだけで決めれたので良かったです。コントロールも決まってキーパーの位置も確認して、落ち着いて決めることができました。まあ、1週間空きますけど、まあ、この今今日出た課題とかを修正してまだ1週間後今今日の試合よりもっとレベルアップしたプレーで試合に臨めるように頑張りたいです。前半ね。ありがとうございます。